森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストでメンタルマネジメントコーチのメガさんにお越しいただきました。それではメガさん、軽く自己紹介をお願いいたします。はい、メンタルマネジメントコーチのメガと申します。私はですね、コーチングというのを通して皆さんにですね、コミュニケーション、より良いコミュニケーションだったり、まあ、応援し合えるようなね、関係性を作るっていうのの、サポートをさせていただいております。他にも講座などでコーチングを自分自身が使えるようになるためにですね、こうコーチングの手法っていうのもお伝えをしております。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。質問が届いております。20代女性、会社員からの質問です。発達障害でコーチングを学ぼうとしているのですが、はい、コーチってどうやって選んだらいいですか、ということなんですけども、メガさんいかがでしょうか。そうですね、まずコーチをつけたいって思った時に、いっぱいね、世の中コーチってつく人いらっしゃると思うので、まずはこうご自身が何についてこうコーチングを受けたいかなっていうところで、何て言うんですかね、主題というかテーマというか、そういったものでまず一つ選んでいただく。で、その中で選んでいただいたとしても、まだこう何百人って多分コーチがいるんですね。で、そうする中でどうして選んでいくかっていうと、やっぱりその方の経歴を見るとかっていうのもそうなんですけれども、なんて言うんですかね、その方自身がコーチングでどういうふうに変わったとかっていうことが書かれているのであれば、それを読んでいただいて、ご自身がその方にフィットするかどうかっていうところでまずお選びいただきたいなって思うんですね。はい。で、多くのコーチがですね、体験セッションとか、そういったものを無料だったり、まあ、割とお安い値段で1回だけなんですけれども、そういう体験セッションってしてることが多いので、実際ちょっと受けていただいて、で、その方の話し方だったりだとか、こう寄り添ってくれる、なんかやり方だったり、こう話の進め方だったりっていうところで、こうやっぱりフィーリングをね、実際に見ていただきたいなって思います。で、やっぱりコーチング1対1でやると、まあ、突き詰めていくと相性っていうのもあるので、まあ、ご自身が喋りやすい、まあ、自分のことをこの人に何でも話せるなーって、安心して話せそうだなーって思う人を選んでいただくっていうのがコツですね。なるほど。はい。はい、森山さん、はい、この人、こんな人にだったら自分の話話せるなとか、はい、逆にこんな人には話せないなっていうのは多分終わりだと思うんですけど、はい、それってやっぱりこうなんかブログとか見てるだけで分かったりします？はい、いやー、やっぱりブログだけだとなかなか難しいので、やっぱり実際に一回そのお話とかしてみないことにはなかなかね、そのまあ実際にお話ししてもなんか、うん、ある程度接していかないことにやっぱり合う合わないとかっていうのも分からないとは思いますね。そうですよね。はい、で、ましてやこう結構自分の話をしないといけないわけですよ、コーチングセッションって。はい、なので、そこでなんかちょっと自分が見え張っちゃうな、この人にはとか、なんかこの人にこんなん言ったら怒られそうやなっていう人にこうコーチになってもらっちゃうと、はい、あんまり自分自身のためにならないんですよね。
それよりかは、まあ、この人やったらまあ何でも話してもなんか受け止めてくれそうやなとか、こう話し方結構心地いいなとか、スピードとかもそうですし、声のトーンとかもなんか割とこの人話しやすいって思う人を選ぶためにはやっぱりね、一回お話しいただくっていうのが絶対的にこう分かりやすいと思うんですよね。ああ、なるほど。なんか、例えばそのポイントといいますか、その実際にそのコーチを選ぶときの、まあその ポイントとして、なんか例えば、あの、僕とかでしたら、なんかなんとなくこう、いろんな、まあこれまでまあいろんなお客さん対応してきた中で、やっぱり、あの、感じてることとしては、やっぱりこう、なんか、あの、ね、いろんなパターンがあるかと思うんですけど、特に例えばまあ人の話を最後まで聞けるとか、あの、まあ、必ずその否定とかそのけなしたりとかせずに褒めるって褒め、あの、必ず褒めたりとかするとか、要はだから否定的な言葉を使わないとか、なんか、あの、そういった、まあ、本当にいろんな人と接してきた中で、なんか僕もいろんなお客さんやり取りしてる中で、自分に合う合わないお客さんとかってやっぱいてるんですよ、実際。なんかそれと同じように、なんかコーチとかでも、なんかそのメガさんの基準で特にこういうところがポイントですよみたいなところがあればお聞きしたいんですけど、いかがですかね。あ、そうですね、はい、まあ、コーチをやってるからには、まあ、人の話最後まで聞くとかそういうのはもう当然できているものとしてプラスアルファで見るっていうのであれば、どれだけ自分自身の話をこう率直にしてくれるかっていうところですかね。あ、例えばですよ、なんか、そうだな、コーチングやってどれぐらいですかとかっていう、それぐらいの質問だったらいいと思うんですけど、なんでコーチングやろうと思ったんですかとかって聞いたときに、ちょっとなんか話濁しちゃうとか、自分の話するときにこう、なんか、漠然とした話し方をされる方っていうのは、やっぱりちょっとこう、自分自身も心開きにくいと思うんですよね。はい。うん。なので、あの、どれだけご自身の話を聞いたことに対して、こう、心を開いて、まあ、私ってこんな人ですよっていうのをちゃんと教えてくれるかどうかっていうところは一つポイントじゃないかなって思いますね。なるほど。うん。ありがとうございます。で、はい、うん、その中でも、あの、話をちゃんと戻してくれる人っていうのもポイントです。あの、そのまま話を奪っていかないっていうね。あ、やっぱそこ大事ですよね。確かになんかこう、ま、いろんな話題とかになって、なんか、最初のなんか聞きたいこととかからこうずれていって、なんか、そうそうそう、ね、それもありますもんね、実際。そうなんです。もうそういう方はまあ、コーチって名乗ってないとは思うんですけれども、毎日そういう方に当たったら、ちょっとまだコーチングの修行足りないかなって。思っていただいた方がいいかなって思います。ああ、なるほど。そういう基準で判断したらいいってことですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。今日は、発達障害でコーチングを学ぼうとしているのですが、コーチってどうやって選んだらいいですかというご質問に、お答えしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで番組からお知らせがございます。今年の7月から本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりまして、12月2日に、本丸ラジライブの公開収録と、腰痛から考える体と心のつながりセミナーというのを開催いたします。場所が本丸ラジオ大阪スタジオで、12月2日木曜日の13時45分から受付になります。参加費は2000円になります。ゲストは体と心の専門家の長濱克行さんです。テーマとしては、腰痛と、イップスについてお話ししたいと思っております。参加される場合は、吉瀬 IT クラブで検索いただき、お問い合わせフォームより、お申し込みいただければと思います。で、あと12月25日土曜日
2-2、まあ、13時45分から受付で、本丸ラジライブの公開収録と、モデルメイクセミナーというのをやります。こちら、見学費用、参加費用が2000円になります。で、ゲストは、株式会社ジョイントプロダクツ営業部長をされており、部品調達加工歴27年、技術指導提案歴15年の田本さんです。で、発達障害 ×IT× 技術指導 ×提案のテーマでお話ししていきたいと思っております。参加される場合は吉野相手クラブで検索いただき、お問い合わせフォームよりも申し込みいただければと思います。ご参加お待ちしております。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.